今度見てやって、それを映画部やつね。はい、そうですね、はい、頭がいい、クール、S、 あと、ちょっとこう、しなやかなボディ、腰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 、留学行くっていうことで。1年間だから、本当にいいけど、頑張って。はい。メープル系？メープル嫌だ。私、クマが行くわ。メープルだね。海外っぽいの？白クマを？白クマを？エヴァを見たら大変するので。あ、歯をね。歯を見たらね。そうだね。頻繁に連絡とか、うん、はい、あ、初号機をちょっと焦ってやめて僕の力作を OK、はい、We are open campus。 すごい、すごいところもあったりして、すごいですね、バイバイ。困りましたね、ちょっとあの顔でっていうのちょっと信じられない。そのギャップがまたね、ちょっとなんか僕を魅了してくれたみたいな。来年も俺組んでその時と話してください。という夢を見ました。、まあ、いろんな意味でお土産行きたいしな。来年のことは僕らに任せて、面白いカナダで暴れてきてください。周りに左右されない動じない堀くんのそのマイペースさを彼女にも発揮していってください。それを短い間でしたが、お世話になりました。まあ、1年ちょっとだもんね、だって、うん、で、まあ、いろいろ全部とかお世話になったし、なんかパワーポイントとかもなんか嫌な顔せずいろいろやってくれたし、なんだろう、国歯科バンドのリーダーとして、そう、ギターもやってくれるし、楽譜とかね、率先して買ってくれて、確かに、そう、そう、あれは無駄にしてないね。だし、あとカナダから帰ってきたら絶対やりましょう。はい、それまでにトランペットの資金を貯めて、日本で練習しとこうね。日本でちょっと、うん、練習しておきます。花が消えて寂しくなりますが、日本のことは僕が、はい、僕が担っていきますので、はい、ぜひ向こうでは本当頑張ってください。スキルアップを目指してパワーアップした堀くんを待っています。はい、ありがとうございました。堀くん。え、だってバイト一緒だもん。高校から？あ、やっぱり見下さないでください。カナダで頑張ってね。僕は特にコメントはありません。エヴァンゲリオンはアメリカでも人気があるので退屈はしないと思います。カナダね。あ、カナダです。あ、ここでエヴァンゲリオンのアスカのものまねを一発。はい。あんたバカ？はい。うまいな。今は同じクラスです。すごいお世話になりました。もっと帰ってきたらもっといっぱい話しましょうね。でも、堀くんの英語は何言ってるか結構わからないです。日本人にはもうちょっと優しく、大きい声で。クリアに。そうだな。寂しくなったらみんなの笑顔を思い出してください。いいね。あ、じゃあ写真撮ろうか最後。はい。はい。はい。オッケー。堀くん、留学おめでとう。はい、カナダ治安もいいし勉強には最適だと思いますが、ね、
勉強だけじゃなくてね、可愛い彼女作ったり、なんかアメリカ人のね、ちょっといいお店に行ったりしてね、楽しんでみてください。あの黒髪の ね日本にいる、トミさんのことは僕に任せて安心してカナダに行ってください、はい、以上です。そうね、バイバイ、バイバイ、オッケー、完璧、オッケー。新世紀エヴァンゲリオン第6話、ヤシマ作戦でダニエルを抑え続けた、ダニエルを抑え続けてボロボロになった綾波レイとそれを助ける怒り信じ。綾波、大丈夫か綾波。自分には他に何もないって、そんなこと言うなよ。別れ際にさよならなんて悲しいこと言うなよ。何泣いてる。ごめんなさい、こんな時どんな顔すればいいか。じゃん、ポリタカ。何？いや、なんか全然映ってないから。来たー。あ、なんか。お前それよりこっち。終わった。何？喋ってたよ。何？フィリピン語、フィリピン語喋って。マニラ語。マニラ語。嘘。ちょっと喋ってよ、なんか。